皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もドラゴンクエストヒーローズ2遊んでいきましょう。さあ今回はね、その疑惑の女王様がいるというクレティア、ここに向かっていきましょう。そう、ここがね前回のマップで、こっちがクレティアか。でね、パーティーにテリーちゃんとハッサンちゃんを組み込んでおきました。ちょっと使ってみようかね、ハッサン。聖剣好き。貯めて、こうか。強いな。163。飛び膝蹴り。聖剣好き。と、テリーは？諸刃斬り。これは自分も食らうやつか。稲妻の一方山、これかな。おそらくこの稲妻の一方山がちょっと強いと思う。まあ適度にさばいて、クロスボウ。トルネコもね強いよね。破壊の鉄器あるし、これ強いな。直当たりすると、皆さん結構いい感じに強いね。でこっち、クロスボウ、これ気持ちいいな。さまよう鎧のモンスターコインで、サポートタイプ、死ぬまで戦う。ハッサン、この子はね盾にもなるし火力も高い。でこっちですね、アイテムはなし。行きましょう、クレティア。ここもバトルステージ。ジャイワルを殺した犯人の手がかりを得るべく、水上都市クレティアを調べてみよう。へえ、変わったものがいっぱいだな。これって魔法で動いてるんだ。確かクレティアは魔法の研究が盛んなんじゃなかったかしら。ああ、この国を治めるクレティア王家は古くから続く高名な魔法使いの一族でもある。それを慕って世界各地から魔法研究者が集まり、ちょっとした学術都市となっているのだ。へえ、魔法使いの国か。あんまり敵には回したくねえな。別に俺たちは戦いに来たってわけじゃないし、心配ないだろう。ま、冷静に説明してくれてるこいつが一番危なっかしい気がするけどな。誰が危なっかしいだ。父の仇ならば国ごと叩き潰してやるのに、ジャイワールの力を思い知らせてやる。おい王子様、過激な発言を慎んでくれ。ここはクレティアの玄関口なんだ。クレティアの兵士にでも聞かれたら大事になりかねない。おいおい、嘘だろ。どうやら本当に大事になってしまったみたいね。まさか早々に牢屋に入れられちまうとは。ま、たまにはこういうこともあるさね。セザールの気持ちはわかるけどさ、王子がうっかりあんなこと言っちゃまずいだろ。大人の品格とやらはどこに行ったんだよ。ふん、俺はいつだって冷静だ。ちょっと、こんなところに入れられてまで不毛な言い合いはやめなさいよ。まあまあ、ちょっと不思議に思ったのですが、あの程度のことを言ったぐらいで捕まりますかね。まあ確かに変だよな。俺たちを捕らえた兵士、やつら俺たちがクレティアへ近づいた時からずっとつけてきていたからな。つまり
この町に入る前から俺たちを警戒してたってことさ。そっか、私たち花から危険人物扱いだったのね。けどどうして私たちを捕らえる必要があったのかしら。クレティア女王は本当に今回の騒動の謎を解く鍵を握っているのかもしれないな。しみんな、誰か近づいてくるぞ。見つけた。ミネアさん？ミネアさんじゃないですか。トルネコさん、やっぱりあなたもここにいたんですね。占いに出た通りだ。いやはや、この通りまたしても牢屋の中です。どうも女王様の治める国とは相性が悪いようで。ところで私の姉さんを見かけませんでした？占いによるとどうやらこの国にいるらしいんですけど。マーニャさんのことですか？いや、ご覧の通り我々は早々に牢屋に入れられてしまいましたからな。とりあえずこの地下牢ではお見かけしていませんよ。そうですか。ここにいると思ってこっそり鍵を持ってきたのですが。なあトルネコ、この人知り合い？ほう、これは失礼しました。この方はミネアさん、私の世界で共に戦った仲間なのです。ミネアさんは評判の占い師でしてな、踊り子のお姉さんと二人で、それは人気者なんですよ。トルネコさんたら、そんなに持ち上げないで。人気者なのは姉さんだけなんですから。ミネアだっけ？あんた姉さんを探してるんだろ？俺たちはこの国の女王様に用事があるんだ。女王様なら姉さんのことを知ってるかもしれない。だから、だからここを開けてくれないかしら。お願い。女王様が姉さんのことを知っているとは思えないけど、いいですよ。あなた方を助け協力し合うべしって占いにも出ていましたから。ああさあ行きましょう。これはいいの？早速脱出しましょうと言いたいところですが、皆さん武器がない。武器は全部取り上げられちまった。まずはそいつを取り戻さないと。だが簡単にはいかなそうだぞ。ここはただの牢ではない。牢全体にマジックポイントを奪う不思議な力が働いている。特技も呪文も使えない。ということは敵に出くわしても戦えないじゃない。その通り。ただガボちゃん曰く武器はこの地下のどっかにある。となると監視室あたりが怪しいですな。本当にそこにあるのかというね。待って、こんなに大勢で移動したら目立つわよ。すぐ敵に見つかっちゃう。テレシアの言う通りだ。ここは一人ずつ動いた方がいい。見張りの魔物は私が引きつけておきます。その間になんとか武器を取り戻してください。真実の忍び足、敵に見つからずに監視室へ向かう。あれがその敵の視界か。そうね、巡回している。どうしましょうね。とりあえずこっち行って小部屋を使ってここね、やり過ごしながら向かっていく。攻撃はできない。まずい、こっちに来る。こっちは行き止まりか。うん、ただここに宝箱、風切りの羽、
そしたらね、出て左行きたい。ただちょうど来る。でね、そっちのやつが曲がっちゃった。どうしようかな。こっちから行くか。で、そこはミネアがやってくれております。こっちか。ここに入ってで、ちょっと待って、そいつくるっとむくんで、こっちでここでやり過ごす。こいつまずいな。こっちこっち急いで。で、正面から来ますね。これもまずいな。どうしよう。こっちに来る。見つかると一発で死んでしまう。なるほど。今のはね、申し訳ない。そう、そっちの奥なんだよね。よしよし。この後ろをつけて、で、そっちかな。ここに入りたい。よし。そしたらもうちょっと奥。また一旦やり過ごして、で、ちょうどそっちにいますね。よしよし。これでゴールに到達。ザルだな、警備が。で、あとはみんなが来るのを待って。もう来た。ハッサンが最後。そろそろ脱獄したことがバレてる頃さ。おっと、もう一人追いついてきたね。とさらにミネアが合流。そしたら今度はおそらく戦闘しながら脱出パートかな。地下牢の出口はこちらです。私についてきてください。さっきの大きいドアか。鍵がかかっている。さっき鍵を持っているキラーマシンを見かけたよ。となったら倒すまでよ。どうやらそいつかな。鍵を持っているキラーマシン。誰？マークしといてよ。見回りしてる連中を全部倒せばいいってことだ。楽勝だ。まあそうだね。全部じゃないわよ。当たりを引くまで。特技と呪文が使えないってことでしょ。やってやるぜ。こっちかな。ここはまずいでしょう。なんだてめえは、ジロジロ見てんじゃねえよ。やばそうなやつが捕まってるじゃねえか。これも囚人か。今は構ってる暇はねえな。そういうことだ。さっさと脱出しようぜ。そうね、放置してこいつをやっつける。ただ鍵は持っておらん。次こっちの奥に一匹。
さあこいつをぶっ殺すドン。さあボコしてどうかな。出ませんね。ん？出た？よしよし。お？今のやつが鍵を落としたぜ。どうやら当たりだったみたいだな。これで地下牢から出られますね。さあ出口へ戻りましょう。でさっきのところへ。このそこです。さあどうかな。ミッションクリア。すっきり片付いたぜ。無事脱走完了と。ジョーよ、俺たちを捕らえるとは墓穴を掘ったな。後ろめたいことがある証拠だ。いや、お前がなんか物騒なこと言ったからでしょう。もうしばらくご一緒してもよろしいでしょうか。占いに行動を共にすべしと出ているんです。いいでしょう、仲間に加えてあげましょう。そういえばトルネコの仲間ってことはミネアさんも別世界から来たのよね。姉さんが出かけたきり帰ってこないので占いを頼りに探しに出たらいつの間にかこの国に来てしまった。姉さんもここにいることは確かなんですが手がかりがなくて困っていた。どうもここでミネアが仲間になるっぽいね。ミネアが仲間に加わった。やっぱりね、このゲーム女性陣はしっかりしてて男性陣は基本的にアホですね。若い男性陣は。じゃあ早速女王様のところへ向かおうぜ。しかしオルネーゼさんはなぜかここで別行動。なんで？町でも情報を集めておきたい。情報収集か。ミナの武器はタロットです。タロットを投げて敵にマークをつけて、マークのついた敵に様々な追加の攻撃、効果を与えることができます。特技塔のカードはマークした敵に激しい雷を落とし、周囲にいる敵も一掃できる強力な技。で、あとはマニュアルを読めと。で、スキルポイントとアイテムはこんな感じ。そしたら次のバトル行きましょうか。ネクストステージ。女王はおそらく城の一番奥、女王の間にいるはず。しかしさすがに警備が厳重ですね。扉閉まっている。確かクレティア城には外から城の奥へつながる裏道があったはず。そこの門から一度外に出るのも手だな。なるほど、山田さんは客人として招かれたことがある。今回は牢屋にぶち込まれたけどね。まあまずは一旦外に出ましょう。あとね、ちょっと待って、パーティーの編成をしよう。一旦ねゼビオン帰って、待ってね、ぶっ倒すのはちょっと後にしよう。どうしようかな。回復薬としてトルネコさんが必要なんだけども、セザールと、俺が出るからにはな。あとね、どうしようかな。
ミネアさんとトルネコ、また寄ってね。これでいいかな。ミネアさんだけがレベル16、あとそうそうスキル66ポイント。デホマラ、これは絶対必要。仲間全員の HP を中回復となるとトルネコちゃんがいらない。よしと、女帝のカードの攻撃範囲が広がる。それとタロット投げの飛距離が伸びる。これでいきましょうかね。あとね、ちょっと待って、トルネコさんがいらないということは、マリベルちゃんを組み込んで、これでいきましょう。で、バトルステージ。クレティアも罠がいっぱい。まずはこいつかな、万人ちゃん。悪魔のカード、まとびらの万人ちゃんを殺し、強いな。デホマラ、消費 MP26。 そしたらね、どっち行くんだ、こっちかな。一旦外に出ていくっていうのも手だと言ってましたね。で、またこいつか。そう、まずはこいつ、マトビラ。どうだ、こいつじゃない、こっち。で、こっちかな。アイテム空っぽ、多すぎ。ここどこに行った、こいつか。さあ切り裂いて、でさらに先へ。まだまだいます。こっちは、ブルーアイ。こっちは、魔物の群れが現れた。鍵を拾った。おー、すごいぞ。で、山田さん、この子ね、氷河山が強い。そう、これ強い。キメラのモンスターコイン、変身タイプ。自慢の翼で空中を自由に飛び回る。とさらにブラウニーのモンスターコイン、アシストタイプ。会心の一撃をお見舞いする。そいつは楽しいね。なるほど、そういうメリットがある。ここ広いな、思ったよりも。ちょっとアイテム回収して、結構ねごちゃごちゃしてますね。で、戻ってきて、
一旦外に出ていくっていうのも手なんだね。こっちじゃない、そっちか。ここは来ますね。こっちは？こっちも開く。こっち行こうか。プリズンブレイクだ。キメラ飛んでんのか。これめんどくさいね。そういう子には溶岩山。あんまり当たっていない。まあいいや、仕方をしていきましょう。こっち、こっちもこっちで、なんだこれは。先へ進むためには水路を通っていくしかなさそうですな。嫌よ、服が濡れちゃうじゃないの。確かに落っこった先はやばそうな穴。これはね、多分のキメラのモンスターコイン、あれを使っていくんでしょうね。マリベルちゃん、デュエル勝った。よしよし、これを使ってマリベルがキメラになっちゃった。でこっちかな、火炎の息。燃えろ燃えろ。これ気持ちいいな。これ思ったよりこいつ気持ちいいわ。燃えろボケども。大声で叫べ。てかルカナンの祖祖発音ってね、ルカナンなんですね。あの大阪弁の嘘やんと一緒っていうニュース記事があった。しびれクラゲのモンスターコイン、電気の弾を投げつけて当たった敵をしびれさせる。そう、ルカナンなんですね。ルカなんかと思ってた、ずっと。ちょっとマリベルちゃん使っていきましょうか。よいしょ。あとはね、そっちか。これは何？よし、ダメージの壁。なんかスイッチ的なもんがあるよ。これは扉？そう、さすが冒険大好きおじさん。まあ、とりあえず踏んでみるしかないよね。よいせ。こっちが開いた。でね、これ多分乗っかると落ちるんじゃない？違うのか？なんで私が
妹になるのよ。お断りよ。そしたらどうしましょう。こっち側開かない。もう一回踏んでみる。なるほど、こっち閉まってあっちがいた。こっちは、こっちが閉まってで、そっちが開通。これいけるかな。ただそこのスイッチ、違う、そこのスイッチじゃなくてそこの扉、こっちにはスイッチがない。これ開けてとなると、ここで、ここでその青いやつか。もう一回踏んで、まずはこれで黄色スイッチ。なるほどね、こっちにもあんのか。そこにお宝、こいつを取って向かっていきましょう。敵がいっぱい。でさらにこいつらか。ここはね、高火力な山田さん頼む。よしよし、こういう時はね、本当に山田さんがめっちゃ頼りになる。危ねえ、回復して。こっちか、笑い袋のモンスターコイン。ラッキーダンスを踊ってしばらくの間ゴールドの入手量を増やしてくれる。フリーズブレード、でもうちょっと。でその間にお宝を取って、守りのペンダント、それとブルーアイ。でそっちが開きました。そしたらこれ乗って、これ飛ばして、んでね、あとはそっち。まずは青い扉、これでついに開通。いくぞー。こっちの正面は何にもないで、そこはゴール。記憶通りだ、城の中に入るぞ。クレティア女王の部屋はこの先だ。こっちかな。オイラ腹減っちまったよ。なんだ、クレティア隊長、女王陛下守る、成敗成敗。ちょっと強い感じのキラーマシン。
ただね、このキャラは雷属性の攻撃当てると痺れます。叫ぶ。どうした、成敗してみなさい。この人ね、あんまり火力はそんなに高くないかな。 MP 足りない。そいつはまずいな。回復用に貯めておこう。さあハイテンション。で最後にこいつか。終わりだ言ってるけど終わりじゃないんだよ。さあ倒したよ。どうでしょう、ミッションクリア、うん、ですね。上々の戦果だな。この先が女王の間。占いによるとこの先で女王が待っているのは間違いなさそう。それに私の姉さんも近くにいるみたい。姉さんと女王が手を組んでいる。それとも捕まえているのか。俺は冷静そのものだ。さあ行くぞ。でスキルポイントとあとはアイテム。さあではね、今回も時間の切りがちょうどいいんで一旦こだわりにしてまた次回に繋いでいきましょう。よかったらコメント高評価チャンネル登録あとツイートをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。